んにちは、授業準備 TV のゆめのんです。子どもたちへ通知表を渡すとき、どのようにされていますでしょうか。一人一人子どもの成長をじっくり伝えてあげたいと思いながらも、限られた時間の中でどう行おうかとお悩みの先生もいらっしゃるのではないでしょうか。今回は子どもたち一人一人に向き合った通知表の渡し方についてご紹介します。このチャンネルでは先生に役立つ情報を毎日配信しておりますので、チャンネル登録お願いします。子供に通知表を渡すときに注意するポイントは5つあります。5つのポイントとは、子供と話しやすい環境、子供と話す時間、子供と話す内容、通知表をスムーズに渡せるような工夫、待っている子供たちへの対応です。まず環境づくりですが、投稿者の先生は子供を1人ずつ廊下に呼んで、先生と2人になる空間を作っているそうです。自分のことを他の子供たちに聞かれるのが苦手という子供たちもいます。話しやすい環境を整えてあげるようにしましょう。話す時間は35人程度の学級では、一人一人にかけられる時間は1分から1分30秒程度になります。1分と聞くと短いようですが、子どもたち全員に向き合うためには、限られた時間の中で有意義な話をしていくことが大切です。先生から伝えるのは、子どもたちが成長してきた部分です。学期目標や学年目標に向かって取り組んできた中で、どんなことを努力してきたのか、頑張ったことでどんなことができるようになったのか、それがどうしていいことなのかなどを伝えられるように準備しておきましょう。投稿者の先生は子供自身に今学期最も頑張ったことを喋ってもらうそうです。また別の投稿者の先生は事前に振り返りのアンケートを行っておき、それをもとに話すこともあるそうです。授業時間の45分間の中で子供たち全員に通知表を渡すには、スムーズに渡せるような工夫が必要です。話す時間を少しでも長く取るために、入れ替わりの時間を短くできるよう、投稿者の先生は教室のドアのそばに3人程度の子どもたちに待っていてもらい、1人が終わったら次の子が座ってすぐに始められるようにしているそうです。教室に待たせている子どもたちに対しては、自習を行わせたり読書をさせたりと、様々な指導があるかと思います。投稿者の先生は自分が努力したことについて振り返り作文を書かせているそうです。自分で考えて振り返ることで、次の学年の目標を立てることにも役立ちそうですね。DVD 鑑賞の時間にしているという先生もいらっしゃいました。以前の動画でもご紹介しましたが、先生に対しての通知表を書かせるというのもおすすめだそうです。ぜひ概要欄からそちらの動画もチェックしてみてください。いかがでしたでしょうか。今回は子どもたち一人一人に向き合った通知表の渡し方についてご紹介しました。子どもたちの成長を子どもたちと一緒に振り返り、有意義な時間を過ごせるようお役立てください。本日の動画が役に立った、面白かったと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた明日お会いしましょう。